今回は、ファミレスシーンに対するリアルタイムな反応を聞く、みんなの反応を集めてみました。チャンネル登録・高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。リアルタイム読者めちゃくちゃ盛り上がったんじゃない？もしかしてここリアルタイム読者はめちゃくちゃ盛り上がったんじゃないですか？すげえ困惑したけど、そういや鎧の顔がブラウンに似てるとかあったなって。盛り上がってはいたが困惑の方が多かった。そういう昔も多いよ。スーパーサイヤ人もそうだったとか、スラムダンクの三井が暴れるやつとか、ネットあったらそう叩きになったと思うので、当時ネットがなくてよかった。この漫画そんなんばっかだな。かなりすれたってこらめっちゃ生まれた。俺がライナーブラウンで、こいつが超大型巨人ってやつだ。ここで正体明かす必要あったの？エレンを無言で拉致してからでもよかったんじゃないの？明らかに正常な判断ができてる精神状態じゃねえ。ライナー病気だし。そういやそれを忘れてた。なのでエレンも困った。俺はこいつらが巨人と知った後に読み始めて、このシーンでびっくりした。一応この前からある程度有力な説としてライナー巨人説はあったらしい。それはそれとして、みんなびっくりした。いやー、兄とユミルが巨人だった流れに乗って104期は全員ネタ混じりに巨人だって言われてただけだ。そのネタはあったけど、それはそれとして、ライナーが鎧って予想はそれなりにあった気がする。この後拉致逃走の途中で急に兵士モードになったりする。やばい。だから冗談でもブチギレるレベルの発言だけど、日頃のライナーの行いが良すぎたせいで困惑するエレン。ベルトルト何言ってんだライナー、ライナー何言ってんだ俺。エレン何言ってんだライナー。でもここでネタバラシしないと、ライナーたちは見バレ直前だったので積んでた。このやりとりが画面奥で行われてて、脈絡なく急に言い出した感がある。ミカサはもういつでもやる気満々な状態だったしな。ここでバラす必要なんてなかったから、ベルトルトもめっちゃ焦った。ライナーやるんだな今ここで。なんとなくこの二人が鎧と超大型じゃねみたいな予想や考察はあったから、衝撃ってほどではなかったけど、そんな感じで軽くバラすんってのはあった。まあ拉致するんなら黙って連れてった方が良かっただろうしな。いや拉致なんかしなくても、話せば分かってくれるだろって判断になるのが、ライナーマジで壊れてるって思ってたけど、最終的には話し合いマジ大事だなって。最悪のカミングアウトだけど、実際はすでにスパイ容疑が確定してたので最高のタイミングだった。こういう部分は神がかってる。ライナー誰かの干渉かもしれないが、でもここで言わなかったらユミルがいろいろバラして警戒されてた。疑いはかかってたから、この後地下に閉じ込められるとこだった。図らずもタイミング的には最良だった。ベルトルトの方が安定してのかなというと、そうでもなかったようだ。何の気なしで読んでたら、腕銃でさすがにってなって読み返したら、とんでもねえこと言ってた。ベルベル君はめちゃくちゃ焦ったけど、このタイミングでライナーが発症してなかったら捕獲されてたという、いろいろひどい状況。でも勝負は今ここで決めるってセリフはマジでかっこいいよ。結果的にはこれ以外ないタイミングだった。いやでもバラす必要はないか。この後のライナー本当に気持ち悪いよが定型になるとは思わなかった。エレン的にはお辛いシーンなのが悲しい。え？嘘だろ？そうだ、ライナー君は疲れている。ベルトルトだけ正体バラすこら好き。こいつは超大型巨人だ、さっき教えてくれた。マジでやりかねないのが笑えない。実際こうなったらベルトルトどうするんだろう。いやライナー君もだろっていうわけにもいかないし、ライナーがおかしくなっただけって体でごまかすんだろうか。どの道エレンは地下に誘導しなきゃいけなくて、ベルベルト君は拒否するだろうから、ライナーのクソボケが超大型に焼かれるか焼かれないかの違いくらいじゃないか。ライナーはこういうことする。結婚するには最大のチャンスなんで、さらっとカミングアウトしだしたかは疲れてたので。ここのコマ自体小さくて、本当にさらっと言ってるのが困惑しすぎるよね。こんなコマの片隅で処理していい話なんかってなった。顔が似てるってのは割と言われてたんだよね。ただ当時のガビ山先生の画力の問題でいまいち確証がなかった。最初切って丸子とベルベル君とかジャンとライナーが似てて判別しにくいんだよな。書き分けできてないんだろって言われたら反論難しかったからな。バラす必要はなかったけど、エレンも含めて全員疑ってる状況だから、黙って連れ去ろうとしても失敗してた。初期はエガーレだから、鎧がライナーに似てるかどうかも判別できないんだよな。ジャンと飛行手に食われたあいつすらライナーとごっちゃになってた。本誌読むまで突拍子もない子らだなって思ってた。巨人の正体とか意味わかんねえよって声のが大きかった気がする。エレンだけじゃなかったんだ。ノータイムで殺しに行けるミカサがすげえ。全体で見ると序盤だから、進撃自体どこまで緻密に設定された漫画かがわからなかったのもある。どうせありきたりなパニックホラーものになって人対人とかになるんだろとか言われてたし。人対人になったけど、なんか斜め上に行った。
鎧の巨人は初出だと似てるどころか鎧すらつけてなかったし、あと髪型も逆だった単発なんで特にライナーとは似てない。無料で読める2話でページも近いからちょっと見返してみれば。関係ないけどムクダイナを正体アルミン説とかもあったな。この予想はすでに結構されて吐いた。あくまで数ある予想ネタの一つって感じだけどな。この段階だとライナー精神分裂設定はまだ出てないので、しっかり目の内面描写がそこそこあるライナーはレギュラー全員巨人説の一つって感じのネタでしかなかった。エレン連れて逃げられる最高かつ最後のタイミングではあった。説得して連れていくのは不可能だから正体明かす必要はなかった。兄巨人確定してから考察するような読者はふるさと同行の情報でベルトルライナーが8割黒って分かってはいた。この時の読者全体の割合からしたら考察勢なんて1割いなかったのと黒と感づいた上でこの明かし方は不意打ちすぎたので結局盛り上がった。というか登場人物多すぎて読者の中では主役3人組とサシャーニ以外の訓練兵は半分モブの認識だったと思う。ここまで来たらジェンにせよバカにせよハンジにせよリヴァイにせよエルヴィンにしろキャラ立って二次創作乱打されてたろ。超大型はみんな認識してたけど鎧は単に突撃してきただけのムクだと思われてた時代がある。兄の手から脱出してなんでエレンの肩に目型が向かってるんだってアルミンが言ってたシーンでこいつ怪しくねみたいなのはあった気がする。でもウトガルド城でコニーかばったあたりで怪しむ意見がしょうくなってた気も。漫画が完結した後に読み返してもやっぱりなんでこのタイミングだったか理解できない。ジークが来てるの察したからで合ってる。ここでエレンが散るしかないって判断したのはそうカミングアウトしたのはおかしくなってたから。巨人化能力を持っていると判明した後でエレンを拉致して逃げられるタイミングこの時以外ないだろ。声優白身のだからライナーが鎧じゃない根拠の一つとして結婚しよのモノローグが含まれてたの今思うと笑えて仕方ない。まさか病気だからモノローグすら信用できないというオチだったとはね。分裂症は割とありかよってなるギリギリだよな。普通の少年漫画なら見開き第5話丸々使ってやるシーンのはずなんだけどな。と終盤まで引きずる精神的なあれになってたとかすごいことするよね。ただライナーの性格と境遇考えると精神病んでも当然なんだよな。一番ひどいことをやらされていたのは兄だけどな。全然頼りにならないライナーと優秀なのに実勢にかけるベルトルトのお守りしなきゃいけなかった兄本当にかわいそう。昼はだるい訓練して夜はケニーと追いかけっここれはひどい。そしてちょくちょくライナーがうざがらみしてくる。いやライナーはめちゃくちゃ頼りになってたでしょ。しくじったのマルコの時くらいでライナーの指示通りに動くだけで全部うまくいってるからな。兄がバレたことがライナーたちにはバレてない状況下でこれは神の一手よ。ライナーが兵士と戦士をシームレスにスイッチしてる状況不安定なメンヘラゴリラとか誰が予想できるか。漫画だと鎧の巨人何それそんなんいたってなるのがひどい罠だと思う。超大型と比べて影薄かったからガチでこのシーンまで存在を忘れてた。エレンとベルトルトは壁の上ライナーはサイゼリア。裏切りのタイミングはベスト唐突な自己紹介は病気。タイミング的にはもうここで結婚するしかない絶妙な時期だったのはやはり優秀だったからなのだろう。それはそれとして狂ってるが、その後追い詰められていった過程を丁寧に丁寧に描写されてったからなライナー。エレンは仲間だからちゃんと説明したら俺たちについてきてくれるって戦士と兵士の境目が曖昧になってる状態なんだよねこれ。ヘイナーと戦いナーがぐっちゃぐちゃになってる。ライナーに関しては本来なら信頼できない語り手並の禁じ手だけど圧倒的な心理描写で黙らせたのはすごいと思う。下手な作劇だと叩きの対象になりかねないラインではあったな。もともとこの二人怪しくないって話はベターな考察だった。ただこの種明かしの仕方は想像できなかったな。作者も二人が読者から怪しまれるって分かってたんだろうなと思うし、そこまで含めて手のひらの中だったことに一番驚いた。壁内人類は悪魔だと徹底的に教え込まれてそのつもりで潜入したのにそこそこの日々を過ごしてしまったからな。まあ推理漫画ってわけでもないしな。ライナーは疲れているんだ。ライナーは疲れているんだ。進撃の伏線だとあっちこっちのコマに時間旅行中のエレンとジークらしき人影が映ってたって仕込みが一番ゾワゾワきた。本当？ここの描写はこの漫画だとぶっちぎりですごかった描写だと思う。アニメ関係者の理解度もすごかった。これ絶対に誤植だって。ベルトルトとライナーと兄が巨人ってネタバレは知ってたスレガのシーンでってなった。兵士ライナーが頼れるナイスガイすぎて逆に心配されてるのがひどい。でもベルトルトもどう見てもおかしくなってる。ライナーと爆発寸前の兄に挟まれて何したらいいかわからなかったのはあると思うの。ライナーたちが捕まってたらどういう展開になってたんだろ。捕
まった時点でマーレ機関は絶望的だけど、進撃エレンのチャートにライナーが不可欠だとすると大量のムクが介入するかもしれない。ここら辺のベルトルトは自分で考えて行動しないから正直全然頼りにならなかったぜ。そんなコンビニにジュース街に行くの誘うノリで秘密情報をおしゃべりし出すの、横にいるベルトルトからしたら恐怖でしかないだろ。兄にライナーが投げられるギャグシーンが後から見ると笑えねえんだよ。本当にここしかないってぐらいの偶然だから未来エレンが何かしたんじゃないかって。アニメだとサイゼリアで話すノリって指示されてるの面白い。ライナー自身は兵士としても戦士としても有能、ただし病気なので付き合うのは大変。ベルトルトが主体性に欠けるのは欠点だけど、街一つくらいなら吹っ飛ばせる能力を自己判断でホイホイ撃つやつに渡したくないし。そうは言うけど兄だってライナーに言われないと動けないタイプだぞ。正体が分かった後読み直して、今までのベルトルトの表情これって盛り上がってたんだろうな。見返すと本当にずっと汗かいてるからな。リーダー的存在だから重圧でいつもこんな顔してんのかなって思ってたのに。割と早くからライナーが巨人説は出てたけど、その根拠がまず第一に顔立ちが似てるって感じだったから、最初期のライナーとかジャンとかの見た目区別つかない時もある。作画だと似てるやつ割といるじゃん、見た目とかね、虚にならねえよ扱いされてた。どこまで最初から決めてたか知らないけど、結末まで知ってから読み返すと味わい深いシーンいっぱいあるね。なんでこんなキャラ作れちゃったの作者は。なんでフォーカス当たってない雑談みたいにこんな重要な。でもそれがハマったから何年経っても話題になる。今読み返すとライナーがマーレ編のネタバレを意識して伏せてるかのような、はっきり決断してるのに主語がふわふわしたセリフでかなり面白い。兄がメス型ってなった時点でベルトルトライナーは怪しまれてたな。限界を迎えた尻滅裂な思考から出たセリフだけど、本人にとって最善の選択だったのだという。他二人からしたらライナーは頼りになるように見えるけど、いつこうなるか全くわからないから頼りにできねえんだよな。でも作戦考えてるのライナーだしな。他二人はストレス溜めてるけど、誰々を殺すとかどこに潜入するとか決めてるの全部ライナー。ライナーって基本味方の盾になってボコられる矢印、逆転の一手に繋がるって動きばかりだから印象いいよね。味方でも敵でもこんな感じなの笑う。この直前でもそんな感じだから読者の混乱がさらにます。カバーをリチャーでカバーしつつ、サシャ死亡罪セーブで進めないといけない上に、ミサカとくっつけないエレンのことを考えると、ライナーが多少壊れるくらいどうってことはない。サシャを殺したガキがサシャを殺せるくらい強いおかげで助かった。ベルベル君はそもそも爆弾と決戦兵器運用になるので、本人は作戦立案者から指示受ける立場の方が都合いいんだ。よくもマルコー。なんというか、この流れの演出は漫画の歴史に残していいレベルだった。当時はライナーは巨人化できるけど本人の意思とは無関係とか記憶ないとか言ってる人もいたよ、当たらずとも遠からず。兄に握りつぶされそうになった時もどこまで演技だったのか。ベルトルトはみんなの前でも抑えた行動してるのに、ライナーは兄気分気取りでどんどん前に出て危険な目にあってヒヤヒヤする。よく砕けてるってのも、逆に言えばそれだけタンク役を果たしてるってことだからな。鎧だから砕けるだけで済んでるだけで、装甲なければ即死だから。そもそも最初期は鎧の巨人とか言われても、そんなんいたっけってなってたような覚えがある。ベルトルトからすればふざけんなってタイミングなんだけど、ライナーとベルトルトに疑惑の目が向いてきたところだったから、実はラストチャンスだった。それを加味してもエレンにこんなこと言う必要は全くないけど、うまくいったからまあいいか。調査兵団入るの決まった時のベルトルトの表情が今見ると味わい深すぎる。憲兵団に入って始祖探す作戦だったのに何言ってんのって感じだよなあれ。漫画と違ってすぐに見直しづらいから、なんかあるシーンだなってギリギリ思わせる演出だったアニメ版。缶詰とかでだいぶ怪しかったってのはあったよね。あそこのライナーはよく起点聞かせたな。ライナーの言動の矛盾点が考察させたけど、回答がストレスで狂っていたからってのがひどすぎる。気になってログ探したら、ライナー記憶障害じゃねと言われてた子に命がけで助けてるのに、シラフで黒幕はなくねみたいに。後から振り返ってみると、英雄としか言えないライナーブラウン。何なら最初の方だと鎧の巨人がユニークなのかすらわからんケースもある。正気に戻ってもまだ好きなあたり結婚しようは本気だったんだな。ここも困惑だけど、この後逃走中の急にやっぱヒストリア俺のこと気があるんじゃねとか言い始めた時のがもっと怖かった。作劇場初めて分裂してるの分かりやすく描写してるけど、ベルベル君や兄の前だと常にあんなだったんだろうな。缶詰はあれ真相分かってからだと全員がガバしながら相手のガバを探ってる構図だからな。
マルセルが食われた時点で兄とベルトルトは諦めてたから、そこから持ち直して目標達成まであと一歩まで行けたのはライナーの功績ではあるんだよな。もっと高台語までドンって明かすやつじゃん。先生天才だなと思ったよ。こういうの意図的にどう伝わるか計算してやってるんだから漫画家ってすげえよな。このシーン最初から知っててもうっかり読み飛ばしたかと思った。顔はちょっとロボっぽいけどあんまり鎧感はない。兄の逃げ逃げを回転蹴りで抜け出したところめっちゃかっこよかったんすよ。後で見返すとあれガチで殺しに行ってね。この頃は新進気鋭の天才作家って扱いだった伊佐山先生。戦ってる時はほぼ味方だからマジで困るよ。ユミルマジで成人ライナーたちの事情なんとなく把握して自分犠牲にするの。それが になんだこの子らってレスした記憶アフ。明らかに怪しいけどそれにしては要所要所で仲間のために命がけすぎてるだろってのがあった。ガビ山先生このネーム書いた時にちゃった笑いしてそう。実はもう正体バレかけてるからかなり良いタイミングなんだよな。すげえよライナーは。特に理由のない暴力ってこれより前？今考えるとベルトルトがだいぶ気の毒。本当は落ちこぼれのライナーと実動役の兄を使った作戦を君が考えなきゃいけなかったんだぞ。実際リアルタイムで見てたら打ち切り間近かと思うわ。こんなんライナーが出てくるたび本当に気持ち悪いよで埋まってたのにいつの間にか本当にかっこいいように反転したナイスガイ。説明されてもエレンが困惑しながらそれってどうなんだと聞き返してたり、ミカサすらも即断即決できなかったりと色々とおつらすぎる。サイゼで学生とかがだべってるイメージでが完璧だった。ライナーが巨人なんてありえないですよ。みんなの兄貴分みたいなやつでベルトルトはともかく。ちょっと待って待ってよ。まだ何にも話してないじゃないか。ここでやらなかったら壁内で積んでたよねライナー側。アニメだとコマの隅っこで喋り始める感出せないけどサイゼの喋り方で異常さ出せててすごいと思う。こんな影薄いやつが作品の顔の巨人なわけねえだろ。当時ミカサが一歩ためらって殺せなかったのはええって思ったけど今思うとよく歯向けれたよ。そんなミカサをなんだと思ってるんだ。正直に言ってエレンとアルミン以外にあまり興味がない典型的なヤンデレだと思ってた。ここのアニメの演技が完璧すぎる。実際今まで創作で見たことないパターンだったからマジで作者がおかしくなったと思ったよ。だってこの時のガビ山先生って新人なのにわーって持ち上げられてる一番気なかしい状態だもん。マルコの最後の言葉が無意識に脳に焼き付いてこんな行動を取ったりしたのだろうか。ここジーク迎えに来ててユミルがアギと持ってるって判明してエレンがすぐそばにいるから本当に帰るベストタイミングだな。兄の件もあって疑われて吐いたんだけどこんな形でカミングアウトするとは思わないじゃん。ベルトルトならミカサに即殺されてただろうな。ここからさらに地下室の謎と海に行くとこまで考えてたとかどんな構成力だよ。コラボ先が困惑する作品の顔やめろ。作品の顔扱いで死んだ後もコラボに引っ張りだこのベンガルトラ君。ライナーはここぞという時の判断力がマジですごいよ。追い詰められた時の判断力はまさに英雄。タイミングはここが最後だっただろうけどそれはそれとしてベルベルへの前振りとかそもそもサイゼリアにいるみたいなノリでカミングアウトとかする必要はない。後でもられたシーンではあるけどライナーがエレンにとって頼れるナイスガイすぎてこのシーンマジで困惑したんだろうなってなる。なかなかコマの隅っこで物語の革新的なことが起こってるのなかなか見ないよ。記憶から出てこないレベル。急にワンピースの正体がコマの端の方で語られる感じか。ワンピースの正体は座標の方が近いと思う。なかなか回収されないから適当なこと言われたい放題だった。当たるかあんなもん。回想で兄にぶん投げれるエレンとライナーの二人が普通にビワラマしくて、別にここはベルトルトと口裏合わせて突然巨人化すやリスクもなかったからな。ライナーはイカれてるだけだよ。エレンに致命傷を負わせられない以上ブスエレンは確定だから大筋は変わらなかったと思う。アニメのこのシーン演技が完璧だった。ライナーの声の上ずり方とかエレンの困惑の声とかだからの言い方がすごくいい。アニメのここの細谷さんの演技本当にすげえぞ。ワッとしたもん。ミカサはエレン父のヤバいやつだったはずなんだがエレンが巨人になったり予想外のこと起きすぎてまともになってしまった。この頃のミカサのエレンの独占欲はすごかったからな。命より大事な重い人が死に急ぐ上に敵から狙われまくる超重要人物になってしまうって状況だからメンタルがギリギリだったんだと思う。こんな戦闘開始なのに完璧なコンビネーションでエレン奪還するベルトルトすごくない？訓練したわけでもないだろうに大陸大軌道への最適解の変身してるのすごいよ。もう一周回ってこういう描写するかって感想になったまん。細谷さん毎度変なキャラばかりやらされてんな。オルガのことだと思うけどあっちは変じゃねえ。
ライナーブラウンとオルガイツカと赤馬レイジが変なキャラだって言いたいのか。赤馬社長は靴下履いてないこと以外はまともだな。泣かないで源次郎ちゃん。変な役やる名誉を侮辱しているのか。